つまりね、虹色のステッカーの意味自体を小池さん自ら否定してるんじゃないのって声ですよ。問題はステッカーも貼ってないのに、もう中でぐっちゃぐちゃになってるようなお店をどうチェックしていくかということですよ。もう夜の街と言い過ぎてそっちに走りすぎてますけれども、もっと根本に戻りましょうって。はい、と YouTuber の川町慎一郎です。この動画は8月8日土曜日午後1時に撮影をしていますけれども、今週8月3日から小池都知事によります東京都内飲食店、お酒を出すお店、カラオケ店については夜10時にお店を閉めていただきたいという営業時間短縮要請の週が始まったわけですけれども、大変いろんな現場から不満あるいは不安の声も出てきますし、一体おかしくないか根本的にというような声もあって、今日は皆さんと情報共有したいと思います。そしてこのことはですね、東京都がやっている夜の街だ飲食店だと言ってきたことが本当に対策として正しいのかということも含めてですね、でしかも沖縄だとか地方ではまた別の意味でですね、この新規陽性者数の数が増えて、そして医療現場が大変になってきそうだということも考えていかなければならないと思ってます。ぜひ最後までお付き合いください。またずっと画面を見ていられないという方は聞き流して結構でございますが、チャンネルを訪れたことをご縁にチャンネル登録していただきまして、下記にコメントをいただきたいと思います。皆様からいただいたコメントすべて目を通した上で次の配信政策提言につなげてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ということで8月3日から、この8月の末までですね、営業時間短縮要請ということで東京は始まっていったわけですけれども、そもそも論やっぱりこの10時閉まるかどうかの前に今人が少なくなってますという声が多いですね。で各飲食店居酒屋さんの話を聞いているとそうなっています。で4月5月の緊急事態宣言の時には東京都のロードマップの中で、営業時間の閉める時間というのは徐々にこう伸ばしてきたわけですけれども、その時にはですね、お店が協力していただいたら、要請金、協力要請金ということでですね、50万円のお支払いをするという約束のもとでルールを作っていきました。でこれが2回ありましたので、50万円、50万円で100万円、個別の店舗にお支払いということなんですけれども、今回は営業時間の短縮をしてもですね、20万円だと。でそもそもこの20万円だったらもうどうにもならないよということ声が多いですね。都内で飲食店をやる、まず店舗を借りるこの家賃、テナント料プラス、さらには人件費があります。従業員の皆さん抱えてると、この従業員の皆さんの給料も払わなきゃいけない。で10時で閉めちゃうと、もうちょっとあればですね、お酒をもっと飲んでもらえるとか、あるいは食事出してもらえるようにな、注文を取っても出してもらえるようになるということを考えると、ちょっとやっぱり営業的には厳しいんですという声があります。ですからこの20万円をもらわなくてもいいと、もらわなくてもいいから、うちはもう別に東京都の要請はこれ法的な強制措置があるわけじゃないので、もうやります、でもちゃんと感染拡大防止には頑張りますよというお店もかなりあるんですよね。で今まで夜の街、ホストクラブ、キャバクラだ、いろんなところが危ないなんていう話になりましたけれども、例えばバーだとか居酒屋さんでもいろんな店舗の中の様子がありますよね。でそれも一様に今小池さんが改めて独自に作った条例があって、それがガイドラインを守って、そしてこの虹色のステッカー、感染防止宣言のステッカーを貼ってくださいという、呼びかける条例なわけですけれども、もっともっとこれ考えるとですね、そもそもこの東京都ががっちりこれをやれば感染防止ですといったガイドラインというよりは、さまざまな業界が業界団体として作ってきたかなり厳しいガイドラインなんですね。映画館だったり、あるいはそういったその水商売の皆さん方はもう本当にマドラーを1人1本にするとか、あるいはそのフェイスガードをつけるとかっていろんなもうルール、とにかく細かくそれぞれの業界にあった席を開けるとかですね、ある中の厳しいガイドラインで、これを守っていれば感染防止対策になるという前提でガイドラインを作ってるわけです。で東京都が条例を作ってこのガイドラインにのっとってお店をやる場合には、東京都のホームページからですねチェックをして、この宣言ステッカーをダウンロードしお店の前に貼ってくださいということなんですよ。要はいろんな、例えば保健所の調査がありますとか、お店出すときに警察が許可だ申請だってありますけれども、警察がチェックするとか、消防法で消防庁がチェックするとかって、そういう次元ではなくて、あくまで東京都が作った条例、そして業界団体が作ったガイドラインに基づいて自己申告で自分たちはちゃんとやってるというお店についてはダウンロードしてステッカー貼るんです。明らかなこれ性善説に立ってるわけですね。で私もいろんな繁華街をこの間もう数ヶ月の間回ってきた中で皆さんにもお伝えしてきましたけれども、
ステッカーは貼ってあるけれどもお店の中に一歩足を踏み込んだら何もできていないところもあれば、ステッカーは貼ってないんだけれどもきっちりとした感染防止対策を行っているお店があると、じゃあこれ何なんだろうかと言ってたら、まあ、小池さんは条例を作って、これは議会を通さず専決ということで知事の緊急性に基づいてということで決めちゃった条例でガイドラインが謳われているわけです。でしかもただ今言ったように各業界団体が作ってきたガイドラインですから抜けてる業界もたくさんあります。で抜けてる業界に関しては全項目、まあ、の共通項目というところがこれ東京都が作ってる項目があって、これアバウトですよ、いろんな業界に当てはまる項目ですから、でこれに基づいてチェックをすれば、まあ、宣言になってステッカーが出てくると。だからいろんな方からも ご指摘いただくように性風俗店にもガイドラインがのステッカー、宣言のステッカーが貼ってあるケースもあるわけですね。でさらにその一歩先を考えた時に小池さん条例作ったよねと、でこれは感染防止宣言ですよと、厳しい業界のガイドラインをチェックして感染防止宣言ステッカーを貼ってあるということは大前提を踏まえればそのお店の中はちゃんと感染防止対策してるんでしょ、従業員もあるいは来るお客さんもお客さんに対しても、ならばむしろステッカーの貼ってるお店こそ夜10時の閉店ではなくて12時でもいいじゃないですか。問題なのはそのステッカーを貼ってないガイドラインも無視、もう好き勝手にわー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 騒ぐようなお店があるとそれが危ないんじゃないのっていう声が多いんですよ。でそれに対して私言いました、こういうものをちゃんとチェックしなきゃダメじゃんって。でもチェックする人手が足りません、ルールがどん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 次から次へと動いていきます、そうじゃないよねと。それならばだって夜の街が危ない、飲食が危ない、居酒屋でその同僚との食事で感染が広がってるって発表してるのは東京都であり都知事なんですよ。でそこは腹を決めてちゃんとやっていけばいいと思うんですね。だから逆にステッカーを貼ってあるお店は安心だから行ってくださいって小池さん呼びかけてるけれども、本当に中入ったの、ステッカー入ったけど何もやってないじゃんって僕が文句言ってきたお店いっぱいありますよ、現実として。でもステッカー貼ってないお店でもちゃんとしてるところがあるんです。だからやっぱりこういうなんか自己申告制でステッカーやりましたやりましたってアピール、今や小池さん T シャツまで着ちゃってますけれども、そんなことじゃないと思うんですね。だからステッカーはちゃんと貼ってあるお店だったら安心だ、でそこにこうお客さんもちゃんとそのマナーを守りましょうねということがあると思うんですよ。でもそもそも論はそういうことを言い続けてきた結果今どうなってるかというと、じゃあ外じゃなくて家飲みだったらいいのねと言って仲間集めてお家で飲んで狭いところで今度はバーバー騒いで、やっぱりこっちだと大騒ぎになっちゃうと、それで感染が広がってるというケースもありますよ。でそこで他のウイルスもらった方がお家に帰ってお家で家庭内感染、奥さん感染、お子さん感染みたいな、でここは元にたどればやっぱりマナーエチケットというもの、これ風邪の予防もそうですよね、みんな手洗いしましょう、うがいしましょうって言ってるのと同時で、このウイルスに対しての予防法、まあ、3密ということばっかり走ってますけれども、そもそも手洗いをしっかりするとか、あるいはその換気をしっかりするとか、咳をするときには人に向かってしない、つまり飛沫が飛ばないようにするとかっていう大前提のことをやり続けるということをお伝えしなきゃいけないんだと思います。私がもしかしたらウイルス持ってるかもしれない、ご覧になってるあなたが持ってるかもしれない、そういうつもりになってですね、皆が行動すれば、そういったですね、この輪をかけてですね、わーっと10時でダメです閉めます、じゃあやっぱお家で飲みますみたいなことにならないと思うんです。居酒屋で飲んでいようがお家で飲んでいようが、みんなそれぞれがちゃんとマナーを持ってやっていけば感染しないんじゃないのというようなね、そういう前向きな議論をしていくべきではないのかなと感じてます。ですんで、そういうふうに思うとですね、今例えば沖縄のお店でクラスターになってます、あるいは沖縄の島でクラスターになってますということになってますけれども、その例えば県外からですね、まあ、関東あたりからその沖縄に行った人たちが持ち込んだんじゃないかみたいな報道も出てますが、じゃあそのお店の中がどういうふうな対策をなされていたのか、そしてどんな飲み方をしていたのか、どんな振る舞いをしていたのかということも
含めてですね、今あの保健所は追いかけてると思いますけれども、我々も認識した上でちゃんと皆さんにお伝えしていかなければいけないし、あるいはテレビもそういうことをちゃんと伝えていかないと、なんかただただ不安だけが広がっていってしまうんだろうと思います。実際には今重症化している数というのはそれは少ないですよ。少ないけれども新規陽性者は増えています。でその中で、まあ、こう症状が出た方、まあ、いろんな私も話を聞いてますけれども、症状が出て非常に不安になっている方もいる。で濃厚接触だということで検査を受ける人もいる。でこの検査を受けた人は、自分はまだ何も発症してないけれども濃厚接触で検査をして、その検査を受けると決まってから結果が出るまでの間にいろんなこと頭をよぎるわけですね。あの時あの人とご飯食べたとか、あそこの会社でミーティングして近かったなとか、みんなに迷惑かけたらどうしようって、ものすごいこの精神的なストレスもあるわけです。でこれをみんなで取り除いていけるように、感染したあるいは新規陽性者だともし認められたとして、陽性で確定したとしても、ちゃんとこの人たちのメンタルケアもしていかなきゃいけないし、そのための今医療体制逼迫と言ってます。宿泊療養ホテルが足りないと言ってますけれども、そもそものルールとして自宅でどう過ごすべきなのか、あるいは宿泊療養といって、まあ、ホテルはどうするのか、これをちゃんと選別していかないと、ホテルだと退屈だからって出てっちゃう人がいるとか、あるいは自宅で療養してるんだけど買い物ぐらいだといいと思って外出ちゃうとかね。だからやっぱり一人一人のマナーの問題にもなっているので、そもそも感染しないような行動を取りましょうと。でさらに仮に感染して陽性と確定したとしても、人に広がっていかないような行動を取っていきましょうというメッセージを出し続けることも私の使命だと思ってますので、ぜひこのチャンネルを通じて皆さんにお伝えしていきたいと思います。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。まとめになりますけれども、小池さんがステッカーの貼ってるお店に行ってください。ガイドラインを守ったお店がステッカーを貼ってますと言ってるのであるならば、ステッカーの貼ってあるお店こそ感染防止が徹底されてるんだから、10時じゃなくて12時ぐらいまでは開けてもいいんじゃないかという都民の声を背負って私も頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。最後までありがとうございました。